午後8時40分現在の道路状況をお知らせします。現在のところ新潟西インターおよび上越インターまでの間では特に通行の支障となる事故や渋滞などの情報は入っておりません。引き続き安全運転をお続けください。今年のゴールデンウィーク4月29日から5月9日までは高速道路の休日割引は適用されません。ご不便とご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。ハイウェイラジオ水上よりお伝えしました。